続いて第2問こちらです。はい、カバー社員に聞いたバレンタインのチョコを一番上手に作れそうなのは社員に聞いたんですよね。社員だもんな。そうですね、そうですよね。早いです来週したから社長は、はい、帰れリグロス帰れ帰れリグロス。いやお前たちに料理できるのはギリ番長、ギリ番長はここにいる。その先輩なんでその人なんですか。そらちゃんだけ謙虚なんですが、すいません、一条さん、はい、なんかソラ先輩に恥かかせない。いやでもこの間、いやでもリリカさんはやればできると思うんですよねって言われたけど、ね、やればね、やればできるから、やれば前提が ね、さあビリーと5位どっちがいいですか。そこは確かに。ではこちらはですね、あの一緒に働いてる皆さんのことなので、もう、はい、残るは青くんと、もう分かる、かなれちゃんです。ありがとうございます。女子力が一番高そう。配信見てても気が使える印象があるので、完成物以上に渡し方など男性が最も喜ぶシチュエーションで渡してくれそう。いいえ、僕はバレンタインはもらう側なんでね。はい、他にもですね、隠しきれていない女子力がある。ないです。ありません。僕といえばかっこいい、僕といえば惜しい、あとはお母さんが一緒に作っているから、お母さんいつもありがとうございます、お母さんがいるなら安心ですと、お母さん票も多く入っていました。やめてくれ、板になっちゃった。1位は青くんのお母様なんですね。じゃあこれ、2問とも不正解となりましたので、ここでそら先輩に罰ゲームです。あら、はやや、恥ずかしい萌え台本を読んでいただきます。それでは時のソラさん、萌え台本よろしくお願いします。じゃあここに来てもらって、はい、何でしょうか。え、今日はバレンタイン、先輩どこにいるかな。あ、いた、青先輩、少しお時間いいですか。もちろんです。あの先輩のいつも一生懸命頑張ってるところとか、実はちょっとビビリなところとか、意外と女子力が高いところとか、みんなのお母さんみたいなところとか、そういうとこ全部大好きです。よかったらこのチョコ受け取ってください。もちろんです。結婚しましょう。告白ゼリフということでした。そたくさに負けるでこのポーズするな。本心が出てしまった。すいませんでした。はい、いやー、ありがとうございます。